実際それこそ夜勤明けで帰ってきました看護師ですなのか、本当に今トラッカーですと物流は止められないんで全然ずっと働いてますよみたいな方だとか、本当に命削ってスーパーで働いてたりして、ね、僕たちの職を支えてくれてる人たちだとかいっぱいいますからね、実はいやー、ね。本当そうですうね。ん、でも本当にその誰だけが大変だとか、誰だけがサボってるとかじゃないのでね、これね。いや、もうあっという間に、でも実際もうこれでね、本当にもうほぼ2時間弱ということで、あ、最後、もう一回ちょっと木村さんにも、ロンドンの木村さん、ちょっとね、この同じヨーロッパでもやっぱりちょっとまたイタリアとロンドンでは違うんだななんてことをちょっと感じてたんですけど、どうでしたか？そうですね。そのイタリアの場合は外に出てしまうと罰金が科せられるっていうのと、あとスーパーも近くの近所のスーパーに行かなきゃいけないっていうふうにおっしゃってたのを聞いて、まだロンドンはそのロックダウンの、ルールっていうのがすごく緩やかなんだなっていうのを感じまして、私たちはスーパー自体は空いてるので、どこのスーパーに行ってもとりあえずは大丈夫ですし、罰金を科せられることも、ほぼないんですね。一番厳しいなと思ったのは、私が公園でベンチに座っていたら、座らずに歩いてくださいっていうふうに、パークレンジャーの方に声をかけられたぐらいだったんですが、やっぱり罰金という、罰金を取られてしまったってお話もまだ聞いたことありませんし、これだ国にけよって本当ね、に、本当ですロックね。ダウンだったり、そのステイホームっていう意味が違うんだなというふうに思いました。いや、確かにそうですね。本当にだから、なんか違うので、だとすると、だから僕らで何ができるかみたいなことになると思うんですね。ただ違うんだ、不運じゃなくて、何かそこにやっぱり疑問も持つべきだし、あそうと、ですね。ね、どうやったらそういった制度になるのかとか、その制度が果たして正しいのか正しくないのかも、またこれからも議論ですけど、そうですね。あとはね。やっぱりいろいろの話を聞いてて思ったのが、ロンドン、イギリスはですね、そのデジタルでライブを配信するっていうのはすごく今盛んになっていて、やはりその月見るさんがやられてて課金をして、皆さんをサポートしてるっていうのもありますし、イギリスの場合はその、ミュージシャンの方が自宅からライブをして、そのライブを見てる方に、募金を、語りかけるということをすごく皆さんしているので、今そのイベントリスティングだ、イベント情報があったところが全てそのライブ情報、ストリーミングのライブ情報に変わってるんですね。なので、どういう形になっていくか分かりませんけれども、これまでコンサートを楽しんでいた人たちが、そうやってストリーミングで音楽を楽しむことにどれだけこう価値を感じてくれるかっていうことを高めていかないといけないなとは思って感じましたわかりましね。た。いやー、オンラインでね、しかもでも僕らもこうやって初めてやってみましたけど、これだけまあ、他業種というかね、異業種で、実際こう、喋れたので僕も、何より僕も、今回で言うと、コロナのおかげって言いたくはないですけど、なんかそのコロナのことで、なんかね、出会えたそのまた縁な感じがしてるので、なんか本当にこう、ちょっとこれ定期的につながりながら何かタッグ組んでやっていきたいですね。それじゃん、もうね、そろそろ本当にエンディングになってきまして、あとこの、そうですよね。やれるとしたらですね、見てくれてる YouTube ライブで、タグアンでハッシュタグつけてる人の質問だとかにちょっと今少し答えていくか、そうですね。あもとしはこの、もあればそこで、ですね、っ予ていう感じ算であございれますばね。行ってみようかな。やっぱりでも愛理ちゃんとかからはですね、いろいろな立場の話が本当に聞けたから、その状況が分かっただけでも嬉しいっていう人多いですね、これね。あとはですから先ほどの、で、妻さんの話でもそうですけど、やっぱりこう、隣人を救うっていう考えでもいいって思うだけでも、なんとなくちょっと進める気がするとかね。やっぱそういう方も多いですね、これね。最後になりますね。ちょっとじゃあ一人ずつ、ちょっとこう、メッセージをいただければと思います。こうきさんからでよろしいですか？よろしいですか。何かをそうちょっでとすみんな、ね。ライブ、YouTube ライブで見てる皆さんにも伝えられることがあれば。そうですね。耐え忍ぶ感じになってると思うんですけど、できるだけ前向きに、何かをクリエイトしていきたいと思っていて、それによって乗り越えるのが一番、いいなと思ってます。なので、僕らは、ちょっともうちょっと頑張って、配信ライブの方向を模索しつつ、そうですね、それで世の中が、今までとは同じにはならないまでも、ちゃんとお客さんが、ライブにお金を払って、それで、アーティストだったりとか、ライブハウスだったり、ライブハウスに
まあ、コンサートに関わってる人たちが、うん、ちゃんと食べれる、生きていけるような、はい、体制になることを目指していきたいと思ってます。ありがとうございます。細かくあとは青山の月見る君を思うでこう検索したりすると今クラファンの情報とかも出てきますかね。あ、うちはねクラウドファンディングはやってないです。あれだ、配信ライブ配信の方ですね。はい、はい、ムーンロマンティックチャンネルっていうチャンネルを、そうかそうか、はい、やってまして、失礼しました。はい、はい、そちらの方で、はい、配信ライブの情報があります。ま、後ほど多分ハッシュタグたくあんつけて私たちのスタッフからも、はい、ここの、ね、なんかリンク先とか、そのままリンクできればねと思ってますんで、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。続いてはじゃあ劇団温泉ドラゴン主催、はい、白井啓太さんいきましょうか。いやもう本当に今回のことで価値観がぐるりと反転するような体験を多分等しく誰もがしたわけで、はい、これまでは作り手っていうのは基本的には自分の作品を作ることが一番大切な時間だったんだけど、そうじゃなくなったわけですよね、はいはい、だからこういうふうにジャンルを超えて、あとは国を超えて、多分連帯しないといけないというか、はい、自然にそういうふうになっていて、で時間をかけて元の世界に戻っていってだとしても何か新しいものを生み出す、はい、この体験をこの作れなくてつらい、人に会えなくてつらい、人の前で発表できなくてつらいっていう思いを何かポジティブなプラスのエネルギーに変えて、はい、みんなと連帯してこの時間を乗り切りたいと思います。はい、ケイタさん、僕ラジオ番組ずっとやってるので、はいはい、ラジオドラマかなんかのコーナー作りませんか。いやそうですね、はい、本当に、はい、いやそういうことですよね。それでなんかね、役者さんかなんかにちょっと声優の分のギャラだけでも払えたりすれば、はい、まあ、ちょっとは変わるかななんて今思いました。そうですね、ぜひぜひ、はい、ね、やりたいですよね、はい、でポッドキャストとかも今あるし、うん、はい、ね、ちょっとそういう話もまた後でできればと思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、さあイタリア在住ベネチアンガラス作家土田さんどうでしょう。はい、最後に、そうですね、今日偶然にも今日が国際読書週間、今日から始まり、まあ尊敬するとの本でも読んで、充実した家での時間を過ごすのも、まあ、決して悪いことじゃないと思うので、しっかり本でも読んでください、みんなに。同時にあれですか、この苦しく辛い体験って、次の創作活動にも生かせたりするもんですか。そうですね、やっぱり芸術の歴史をこう振り返ると、うん、第二次世界大戦中にダリーが作った作品というのは、その後の美術界を大きくこう左右した作品もありますので、まあ、今ここでそのものづくりの人間がこうただ家に待機してたっていうんじゃなくて、やはりこうどうせならワクワクしながら、次にもうすぐそこまでやってきている新しい時代、新しい価値観をこう見出すために、はい、今もう本当に家でじっとワクワクしながら過ごす、はい、さすがです。次回作も楽しみにしております。ありがとうございました。どうもありがとう。さあそれでは会長いきましょうか。日本ミュージック菊池さん、今って断絶の時代になってしまったと思うんですね、はい、コロナによって、うん、ただそのことによって会えない人を思う気持ちっていうのがみんな心に芽生えてきてると思うんです。でその思ってることを次の世界、来たる世界でみんなで共有してその未来を描きたいなと思っていて、その、はい、そのための今の時間なんだって思いたいなと思ってます。はい、わかりました。僕らもそうですね、まさにね、そういう人たちがもうこう絵に浮かんでいればまた次に頑張れるって気もしますしね。はい、そうですね。はい、菊池さんありがとうございました。ありがとうございます。社長いきましょうか。それらのVIPセッション、はいはいはい、この状況を、ええ、まあポジティブに捉えることで、はいはい、これがきっかけでアーティストにとっては新しい発信の方法だったり、はい、新しい仕掛けだったり、なんか新しいやり方だったりとか、全く今まで考えていなかったことが生まれてくるんじゃないかなっていう期待もしていますし、実際周りの仲間たちもいろんなことを仕掛けて動いていますんで、なんか逆にこれを大きく時代が変わるポジティブな転換期として捉えて、この収束後にまた全開で表現活動がしていけるような、はい、準備を今すべきだと思いますし、うん、またこの未来がさらに楽しみになりましたね。そうですね、はい、
実は昨日も僕自分のラジオリミテッドもあのリモートでゲストに出ていただけるようになったので、はい、そうやって考えたらなんか深夜に、はい、もう別にあのスタジオに来ていただかなくてもって思うと、なんかこれをうまく逆手にとってどん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 番組も活用できるかななんて今思ってますんで、うん、ね、そうですね、はい、はい、ぜひ今度社長の、はい、ゲストでリモートで、はい、ぜひラジアにも参加してください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてロンドン行きましょう。木村さん、はい、やっぱり皆さんおっしゃってる通り、まあ、とても日常が非日常になってしまったものがことで、うん、まあ、自分が考える価値観だったりとか、はい、そういう難しい生活に入ってきてしまいましたけれども、やっぱりポジティブに捉えていくことっていうのはすごく大事で、うん、まあこれができなくなってしまったから、じゃあその時間を何に使えるのか、新しい考え方がこうを生み出せるような時間にもなっていると思うので、まあ、こうやっていろんな方とつながって情報交換しながら、まあ、自分に何をできるのかをみんなで考えていけたらいいなと思いました、はい、特にもう今日はいろんな国とつながれたので、うん、そういう意味でもこれからいろいろ情報交換できるのが楽しみです、はい、いやロックダウンまだまだ厳しいと思いますけども、本当にどうか耐えていただいて、はい、必ずちょっとまた再開できることを願っております。ありがとうございました。ありがとうございました。では折り紙津島さんいきましょうか。はい、まあ、僕も一緒ですね。基本的にはやっぱり決してまあいいことが起きたわけではないんですが、まあ、生きてる僕らとしてはやっぱり使命としてこれをポジティブに考えていかにこうプラスに持っていくかっていうことしかないと思うんですよね、はい、でやっぱりその環境問題とかもこれによって逆になんかこう産業が止まったことで環境が良くなったりとかそういう部分もねあったりしますし、どうしてもやっぱりその資本主義でみんな切磋琢磨してるとバランスって崩れていくというか、どこかに富が集まってしまったり歪みっていうのがどうしても生まれるんですね。まあポジティブなものももちろんあるんですが、それは残しつつやっぱりその歪みをいかにみんなでこれから生きていく、何があってもどうにかなるようにっていうのをどっか片隅に入れて、みんなお互い譲り合いながらの切磋琢磨ができればいいのかなとは思ってますね、はい、引き続きね、はい、本当にちょっとまあ、勇気あるというか本当に身を体を張っての支援だったもんですから、私も、はい、感動してますし、さらにちょっと僕もついていきたいと思ってますんで、今後ともはい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、はい。そしてまさかのグレーのテルさん、本当に急に参戦していただきましたけども、はい、そうですね、まあ、よく思うことなんですけども、経験したことのないことなんで、うん、まあ、これは本当にこう、まあとにかくまあしょうがないと。いやそうなんですよね、実はだからこう、ね、今まで経験した人、はい、その言葉を聞けるわけでもないし、うん、で緊急事態宣言も僕らは戦争を体験したこともないんで、はい、だからどういう状況か分かんないんで、はい、まあ、これはもう致し方なしと考えて、はい、とにかく前前進すること、だから悩むのも大変な生活があるのもやっぱりそうなんですけども、やっぱり これは経験したことのないことなんで、はい、じゃあ周りと協力し合って、ね、やっていくしかないんじゃないかなと、はい、で一歩一歩、あ、こういう場合はこういうことをすればいいんだとか、はい、まあ、今回こうやってね、みんなでこう世界中がつながって、唯一やっぱりこうオンラインでできるっていう強みがあるので、はい、それはやっぱりこう昔のその戦争時代はなかったことだと思うので、はい、それをなんかこううまく利用してつながって、うん、でやっぱこう、まあ、友達のおたたきくんが言ってたことなんですけども、はいはい、ね、障害を持つ方たちは常にこういう状況で言ってました、ね、世界を見てるということなんで、うん、家にずっといて、そうですよね、でそういう状況だということで、なんかそういう重みを知ることも大事なのかなと、うん、言ってましたね、でこれを抜けた時にやっぱそういういろんな社会の問題とかにもちゃんと目を向けられるように、うん、はい、できたらいいなとは思います、ね、うん、そうですよね、本当に乙武さんの言葉で言ってたのは、はい、まさにだからもともとリモートでできるものとかいろんなものをずっとお願いはしてたけど、うん、全く叶わなかったと、うん、でこうやって圧倒的に人数がこんな風になったらすぐこういう風にして一気に世の中って変わるのに、ね、いつも僕らはそういう立場なんだっていうことを本当に痛感したなんてやっぱり言われて、すごく僕も心に刺さったし、はい、やっぱ今僕らがやっとそこに気づいたっていう状況ですもんね、そうですね、だから一歩一歩ちょっと、うん、ですね、はい、努力し合いながら、いやこれ
実際そうなんですよね。このレディオナインこのネタバラシしますと、あのこの番組作ろうと思ったきっかけは、実はテルさんの誘いのズーム飲み会からだったんです。実はそうですか。あなたがこういろんな人を誘ってここでただただ飲んだあの5時間覚えてますか？時間って5時間ですよ皆さん。聞いてください。あの誰も眠らないし、みんな喋ってるんですよ。やばい。みんな部屋で飲むのに、だけどあんなに十何人で喋ったらこんなに楽しかったのか。だから普段できないことっていうか、ね、あのまあ当たり前のことで、はい、生活の中でいつでも会えると思っちゃうと、うん、なかなか会えないんですけども、でも会えないと思うとどうしてもなんかこう声が聞きたくなるっていうこの衝動は、はい、なんかこうコロナと戦ってる今だからこそ起こる衝動なんじゃないかなと思うの で、ね、この衝動はちょっと大事にしたいなと、はい、ちょっと、ね、友達集めて、はい、ちょっと集まろうぜっていうその衝動も大事だなと思いますよ。もうそのおかげでこの番組できましたんで、はい、もうあのこれからも発起人ということでお願いします。いやいや、はい、いやいや、以上で、以上ですよね。俺にも振って分かってんな俺にも振ってくださいよ。ずっと待ってたんだから。もう全員終わったよねこれで。もういや終わってないですよ。一応ちょっと振ってもらっていいですか？なんかちょっとだけ ご交差してるよ。もう最後なんでちょっとだけいいですか？あの皆さんがこうずっとこう隣人からやっぱ手を差し伸べたいって言ってらっしゃったじゃないですか。なんかそれを本当にこの時期にすごく自分も思って、本当ちっちゃなところなんですけど、あの自分が生まれた埼玉市のアーティストやクリエイターの皆さんと、あの支援をするっていう団体を立ち上げまして、ローカルサポートコミッションっていう団体で、あの北浦和とか大宮とか、いや、あの岩槻とか、その埼玉市のちっちゃいお店、本当に支援も届かないようなちっちゃいお店からまず守っていこうっていうところで、その T シャツを売ってそれを全部チャリティーでやろうみたいなあの企画を今立ち上げまして、はい、だからそういうの自分がただ普通に日常でバンドやってたら自分のことしか考えられなかったのを、うん、こういう時に家でこう、あ、そういえばあの時お世話になったあの店どうだったんだろうとか、そういうのを考えた時に自然とそういう気持ちになれたっていうのは、なんかいろいろ気づかされる時間だなと思って、うん、だしもうこの時間止まってるのすごい無駄だなと思って、いろいろ初めて配信機材とかいっぱい揃えて、配信の知識とか揃えたりとか、なんかなるべく毎日配信しようっていろんなツール使って、弾き語りだ、はい、ゲーム実況だとかいろいろやって、うん、あのお客さんに少しでもこの期間を楽しくあの過ごしてもらおうかなっていう取り組みをしてるうちに、やっぱりその自分がその音楽やっててよかったなと思うのは、ちょっとそのアコギでポロンって配信で弾いたりすると、みんなそれであのまた1週間乗り切れますっていうことをあのメッセージでいただいたりすると、こういう時にすごい不謹慎かもしれないですけど、こういう時自分は音楽っていうものをやっててよかったなって改めてあの気づかせてもらえた時期でもあるので、また自分は音楽の力とかアートのあのエンタメの力を信じてるので、一緒にみんなで乗り越えていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございました。いや本当にこれね、ちょっとソネちゃん、まさかの奇跡のメンバーが集まりましたけど、はい、すごいですよ。僕も1回目でやってみてこんなことになるとは思いませんでした。本当、ね、なかなか、でも本当にこのリモートだからこそのこの顔見せのコミュニケーションとすごい、うん、いいね、なんか今までにない感覚があるし、ね、はい、あとやっぱり本当にフラットにつながってるっていうのが本当に素晴らしいし、うん、まあ、きっとね、それはこう見てくださってる人にもね伝わってんじゃないかなと思ってますんでね。ね、はい。本当にそう。で、やっぱり本当に改めてその音楽のもう大きな意味での生態系をね、はい、あのもう本当に意識できる、ね、こういう瞬間になれたっていうのはすごく大事で、あのツイッターの方にももう来てますね。やっぱ本当にその従事者を少しまた呼んでもらいたいと、音楽のその、うん、スタッフがっていうんですかね、ぜひちょっと話聞いてみたいということだったんで。ね、はい、次回そんなこともしてみたいなと思っています、うん、あとはもうあの多分お互いみんなつながってるので、それこそ音楽業界だけじゃなくて飲食業界だったり、まあ、それこそ本当に不動産業界だったりとか、また全然違うようなその職種の方たちとかとも何かこうまた違う形で話してみると、なんかね共通項ってやっぱたくさん出てくるので、そういうこともこれからまたしていきたいなと思ってます、うん、はい、やりましょう。ありがとうございました。本当に皆さん遅い時間まで、ありがとうございました。本当にご自愛いただいて、はい、健康第一ということで、また次回こうやってつながれることを楽しみにしております。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。どうぞ、YouTube ライブご覧いただいた皆さんもありがとうございました。これにて終了です。レディオ開局、レディオ9開局記念、山田久志のタクアンリミテッドクローズでございます。ありがとうございました。